さっきコンゴが顔につけてた、うん、食べないっていうのが分かればね、死んじゃうんじゃねえかと思って、この子なんか死んじゃいそうだった、一番ちっちゃかったそう、死んじゃうこれと思って、牛肉 200g ぐらいしかないんだもん、ほらほら、りょうちペロペロ、大きくなるんだよ、お、乗ってきた、乗ってきたか、今度も来た、気に入ってくれた、でっこ乱入してきた、画像が、なんか違う絵面、強いな、違う絵面だ、ネクタイ、ねえ、もうフックがなかなか、あ、来た、ふわふわ落ちる、うん、ちょっと端っこが、うん、落ちてきた、うん、ういゆうが、朝までみんなお腹空いたのか、そう思ってた、うー、できたね、なんだいや、ひどい。全然ほぐれてない。ここ。うわ、すごい。ここに入れて改めて。うん。なんかぎゅうぎゅう詰めなんだもん。猫のぎゅうぎゅう詰めって。寿司詰め状態。寿司詰め状態。ここ。こっちまた戻ってきた、にゃー、電気でな、通してあげないとね、お母さん寒いねって、ボタンが美味しいんだって、ボタンガッチャンして、こんなもん寝ちゃう、ボタンガッチャンして、いいのいいんだよ、キュー、かわいい、キーも、いや、俺もハトポポ止まっちゃったの、どうしたの、俺はこの、なあ、幸せそう、うん、こんにちは、壊れて、気持ちいい、気持ちいい、気持ちよさそうな雰囲気を壊すよね、あら、舐めてあげて、なんか、うん、あ、そこでまたやってあれ、前寝ちゃった、寝ちゃった、これが開いてあらら、あら、上に乗ってなんかお呼びじゃないじゃん
じゃあじゃあ乗る場所がないじゃん。うん、マヤが真ん中に真ん中に寝ちゃった。あ、もうそのまま寝るかな。もう今後も寝そうだね。そうだ、登れるかな。あー、登り方こんなはずじゃないんだけど、あれってなってる。編み噛みしてる、うん、マヤちゃん感じ痛いだろ。感じ、しかも腹の一番柔らかいとこ、相手のお尻が自分の顔のところに来てね、あれですね、手の大きさが違う。違うよね、ちゃんと大きいよね、うん、あんなに大きいんだもんだって。全然違う。何ヶ月も違うほど違うよね。太くて長くて大きくてね、うん、はい、ちょっと待って顔ほやっとし疲れちゃうな、みんなこう寝る。あんだけ遊んだんだから。重てぇ重いんだけどもうちょっとずれたら重いよ。あ、重いよ、体重一番重いの全部体重かけてるけどベロベロしてる。うん、あくびした。うん、みーちゃんやっぱちょっと怖いかな。あれ、あ、いいんだ。あら、ほんとだ、背中。うん、なんか痛かったね。うん、痛かった？